子どもの発育は非常に個人差が大きいです。このようなグラフを参考にして、今赤ちゃんがどのぐらい大きくなっているのか判断するのもいい方法だと思います。これは WHO から出ている発育曲線というものなんです。今現在お子さんがどのぐらいの位置にいるかというものがこのグラフでわかります。男女別になっているので参考にされるといいと思います。今現在お子さんは12ヶ月、体重が10キロ、身長が85センチの男のお子さんということですよね。では実際にこのグラフで見てみましょう。このグラフの使い方は、横軸が月齢、こちらの縦の線が身長、こちらの縦の軸が体重になります。今お子さんは12ヶ月になりますので、体重10キロ、ここの交差したところにプロットするとこの位置になります。緑色の線が平均値になりますので、お子さんは平均値よりも大きくなっているということがわかりますね。では次に身長を見てみましょう。身長は85センチ、横にしていくとここの位置になります。身長は非常に高いお子さんですね。見た目からするととても細く見えると思いますが、体重は平均よりも大きくなっているので全く心配がいりません。このようにこのグラフを使うことで赤ちゃんがちゃんと大きくなっているかどうか判断できます。もし心配になったらこのようなグラフを使ってみるのもいいと思いますよ。